ふわりこのハッピーハンドメイド始まります。このところ我が家では、ボックスティッシュではなくね、こういったパックに入ったティッシュを使っております。それに合わせてティッシュのケースを作ってみました。材料です。布はね、柄の向きがないもの、薄手の場合は接着芯を貼った方がいいと思います。30cm×50cm を1枚、そしていつものプラホックですね、これを使っていきます。それではまず両サイドをジグザグミシンをかけていきます。ほつれ止めの作業になります。反対側も同じように縫っていきます。はい、両サイドを縫いましたので今度は、中表に半分に折ります。そして今度は両サイドを直線縫いします。端から7mm 直線に縫っていきます。返し縫いはしなくて大丈夫です。反対側も同様に縫います。ではちょっとこちらのねティッシュの大きさを測ってまちを決めていきましょう。一応まあ11センチで作っていこうかなと思います。ですので、縦と横にですね 5.5 センチで印をつけていきます。はい、底の部分から 5.5 センチですね。そしてここは縫い目から 5.5 センチで印をつけます。切り端からではありません。縫い目から 5.5 センチでお願いします。はい、両方ね印をつけました。では縫い代を7ミリほど残して角を切り落としていきます。はい、こんな風に縫ったところを割って開いて合わせていきます。はい、ではここを直線縫いしていきます。ここを縫うときは返し縫いをしています。最後も返し縫いしました。それでここの端をですね、またあのジグザグをかけていきます。こんな風に縫えました。はい、両サイドを縫いまして、今こんな風に袋状になっています。では口のところをね、まず1センチ折ってアイロンをかけていきます。次は4センチ折ります。そしてアイロンをかけます。
では口のところを塗っていきます。一周ぐるっと縫います。ここは返し縫いをしています。はい、こんな風に縫えましたね。では今度ギリギリのところもね、ステッチをかけるようにしていきます。端から2ミリほどですね。こんな風に縫うことができました。ミシンはこれで終了です。さあではですね、ここの、マチの部分に合わせて口を内側へ折り込みます。こんな感じですね。そしてアイロンをかけておきます。こちら側もアイロンをかけます。なんかアイロンかけてる時に三脚にどうも当たってたみたいで、グラグラ画面が揺れております。申し訳ありません。はい、それではですね、折ったところから内側へ向かって 6.5 センチ、それから下の縫い目から 1.5 センチぐらいのところにですね、左右対称になるように印をつけます。ここに目打ちで穴を開けます。はい、こういう風にね、開いてますね。ではいつものようにホックをつけていきます。こちらのホックは手でパチンとはめられるものなんですけれども、中にはどうしても硬いのがあります。そういう場合はペンチでね、やるといいかなと思います。傷がつかないように、いらない布なのでね、挟んでやるといいと思います。はい、すべてのところにホックをつけていきます。はい、これで完成です。ではティッシュを入れてみます。はい、すっぽりね、上から出し入れもしやすいと思います。サイズ的にはね、若干余裕がありますので、メーカーによって多少サイズが違っても全然対応できるかなと思います。こんな感じでね、一応出来上がりサイズですね。横が22センチ、マチは11センチですね。そして高さが11センチほどになっています。一つね、こちらもご紹介しましょう。これはね、布がリバーシブルの布なんです。1枚なんですけど、裏表で柄が違う布なんですね。これで口のところをね、切り替えみたいな感じにしてみました。動画では口の部分を内側に折り込んでいましたが、この場合は、外側へ反対に折ったんですね。縫い代の部分をね、あえて表側に出して、デザイン的な感じにしています。こういう風にリバーシブルの布でね、作っても可愛いかなと思いました。簡単にすぐ作れます。お気に入りの布でお部屋のアクセントにいかがでしょうか。よろしければ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。